気合を入れて向かったはいいが、シーン15の撮影はまだだったな。簡単な立ち位置の確認だけだったね。つい気持ちがせいてしまったね。一度落ち着いて僕たちの出番に備えようか。それにほら、いよいよ撮影が始まるみたいだよ。わあ、本当だ。撮影の始まりの始まり、クランクインっていうやつだよね。楽しみだな。あの話がどう映像になっていくのか考えるだけでワクワクするぞ。そうだね。今回の作品のタイトルは日陰に咲く花。人生に楽しみもなく凡庸に生きていた主人公の克行が、突然目の前に現れた生き別れの姉を名乗るはじめと出会い、心に彩りを取り戻していく。繊細な心情描写が必要とされる作品なだけに、どう撮っていくのかが気になるね。うん、確か最初は主人公が家でゴロゴロしてるシーンから始まるんだよね。あら、でもよく考えたらそれってここじゃ撮れないような。誰？やっぱりこのシーンってお話の最初のとこじゃないよね。もう少し先のところから始まって。って、そっか！映画って最初から撮らないんだっけ？ああ、M 君は撮影の順番が台本通りじゃないことに引っかかってたんだね。普通なら、というかいつもの俺たちならば台本の頭から順番に芝居をやっていくからな。映画は同じ場所のものはまとめて撮ることが多いもんね。何度も役者のスケジュールを抑えるのも、ロケ地の手配も大変だから。ってことは今日撮るのは今私たちがいる横浜が舞台のシーンってことだよね。そうだね。今バクノさんがやっていた姉を名乗る人物と初めて出会うシーン7と、僕たちが出演する予定のシーン15、そして終盤、姉が姿を消した後に主人公が探しに来るシーン72の3シーンかな。そう考えると映画の撮り方って独特だよね。一気にシーン7から72まで飛ぶなんて。ああ、前後関係なくシーンが序盤からクライマックスまで飛ぶことがある。となると役者もシーンに合わせて感情を調整しなくてはならないんだな。そういうことになるね。例えば今撮影していたシーン7、克行は突然現れた姉を名乗るはじめに対して警戒不審の感情を持っているけれど、おそらくこの後に撮る72では、はじめを心配して探しに来ているほど仲を深めている状態だ。だからバクノさんは各シーンで克行がどんな状態なのかを考えながら演じなくてはいけないし、後日また別のシーンを撮るときは今日撮ったシーンと感情の食い違いが出ないように演技する必要があるんだ。それってすごく難しいはずだよね。ああ、想像以上に大変そうだな。早速二人にとってはいい刺激になったみたいだね。いや、二人だけじゃない。そっか、ロケ地とか役者さんのスケジュールとか考えることがいっぱいあるんだな。M 君もこのシーンの克行はまだ人間として未熟で、自分を顧みるよりも世間を恨んでいる。
なら予定通り話し方は粗雑に、でもニュアンスは。バクノさんにとっても今回は大きな挑戦だろう。僕ももっと積極的に学んでいかなくてはね。みんな、お疲れ様。お疲れ様。あっという間だったけれど、実りのある一日になったね。光の当て方一つとっても創意工夫があって面白かったよ。私も撮影の流れとか必要なスタッフの数とか教えてもらえてすっごく勉強になったよ。それにみんなもエキストラ上手にできてたね。そうだな、みんなはうまくやっていたな。司ってばまだ落ち込んでるの？それはそうだろう。この日のためにしゃがんで花をめでる青年 A を何度も何度も練習してきたというのに、いざ本番になったら虫が俺の手を張っていて、ついビクッとなってしまい、俺のせいでリテイクになるなんて一生の不覚。今日のことはこの先決して忘れることはないだろう。大げさなんだから。司くんの虫嫌いに拍車がかかりそうだね。しかし本当に一日だけでは物足りないと思えるほど貴重な体験だったな。欲を言えばもう少し現場にいさせてもらいたかったけれど。皆さんお疲れ様でした。バクノさんも初日お疲れ様でした。シーン7と72の主人公克行がお姉さんに向ける表情全然違ってて本当にすごかったです。私も最初あんなにツーンってしてた克行くんがどうやってあんなに幸せな顔になっていくのかなって、この先がすっごく楽しみになっちゃいました。そう言ってもらえて安心しました。最初は少し硬くなってしまっていたので不安だったんですけど。でも監督に指摘された後すぐに修正されてましたよね。さすがの対応力だと思いました。私たちも見習いたいねって話してたんです。司も。この声は大原監督。